どうもダルイモンです。今日はこれからジムニーの鳴らし運転をしにちょこっと出かけたいと思います。まあ多分鳴らし運転はしなくてもいいと思うんですが、まあとりあえずドライブということであるところに向かいたいと思います。では今日の Vlog スタートです。うん、レンゲ地、うん、まあとりあえず到着、到着です。目的地はあちらです。では目的地に向かいたいと思います。なんか今日は本当曇ったり日が差したりでちょっとホワイトバランスが難しいぞ。そして風が強いぞ。今日の目的地に到着。なんか奥さんは撮影をしまくっております。いやー、ほんと久しぶりの松浦コーヒー、やっと来れました。あとはちょっと待ち人を待っております。めっちゃ、ね、なんかおかげさまで動じなくなりましたねこのレンズが、あ、6なんです。そうそうです。何を食べますか、ダルイモンさん。全然食べてないです。やっぱ爽やかですか。今ダルイモンさんとお蕎麦屋さんに来ています。どうもダルイモンです。お蕎麦どうでした？蕎麦の味がしてすごい美味しかったです。桜の塩も桜の本当味がしてあれも美味しかったですね。ピンクの桜のお塩が乗っかってて、うん、すごいおしゃれでしたね。ただいま松浦コーヒーでコーヒー豆買っております。ありがとうございます。お帰りになるダルイモンさん。ダルイモンさんありがとうございました。またはい、来てください。今日はありがとうございました。ダルイモンさん帰られます。
メラカメラカメラ返してあ、じゃあはいじゃあまた、ありがとうございます。そしてブラックマジックのバッテリーがねここで切れちゃったんで、ここからは ZV-1 を使っていきたいと思います。とりあえずねブラックマジックも充電しておきます。多分ここからはいつも通りのダルイモンの Vlog のテンポになっていくと思います。ではジムニーで鳴らし運転ドライブ帰宅編行きたいと思います。そしてこれから第2の奥さんの目標うなぎ屋さんを目指していきたいと思います。なんてうなぎ屋さんに行くんですか？うなしげ。うなしげらしいです。ではただいまよりうなしげに向かいたいと思います。このジムニーは高速もやっぱなんか安定してていいな。前のと全然違うなと安定しております。とりあえず今のところ奈良市567キロ、まだまだですね。まあ多分鳴らししなくても大丈夫だと思うんですけどね。そしてこのジムに高速も安定しております。そしてこんな天気なのですが、たまになんかパラパラっと雨が降ってきます。そしてお目当てのうなぎ屋まではあと 5.3 キロ。もしかしたらうなぎ屋さん5時からかもしれないですよね。これどうなんでしょう。うなしげに到着しました。とりあえずうなしげに到着。ではうなぎを食べに行きたいと思います。さあうなしげ行きたいと思います。なぜか藤枝に行った帰りはここのうなぎ屋さんに寄ることになってしまった。なんか奥さんすごいお気に入り。おー、うなぎいますよ。アクリル板の向こうに奥さん、なんかいい感じ。別々でどれにしようかな。なんか俺うな重でいいような気がするな。そんなに食えないもんな。だって上なんて食いきれないと思うよね。中でいいかな。中でもいいかな。中にする。でもなんか本当うなぎっていいお値段ですよね。まあ年に1回か2回しか食わないから別にまあいいんですけど、いやまあね、うなぎ屋さんに来たらうなぎだろうな。ここに来て桜エビ食ったらおかしいよね。うん、天ぷらとかね、おかしいよね。ということでこれでいいや。うん、もう奥さん運転する気ないからのんびり行くらしいです。藤枝に行った帰りはこちらのうなしげおすすめです。奥さん安定の生ビール。なんか見た感じ冷たくなさそうなんだけど、冷たいのそれ。冷たいです。やっぱりブラックマジック、こう思うとねブラックマジックで撮りたかったんですけど、やっぱブラックマジックバッテリーが持ちませんでした。もう一本必要だねってか持ってるんですけど、充電して持ってくるのがめんどくさかったんですよね。今日も奥さんビールグビグビ飲んでおります。やっと来ました。ういー、うなぎ、うなぎです。久しぶりのうなぎです。昔は嫌いだった山椒、今は山椒割りの方がいいと思います。山椒の意味ではいただきたいと思います。うなぎ柔らか。おお、いい感じいい感じ。うなぎが柔らかく、タレの味もよく、もうなんかうまいです。ではもうここで撮影はやめて食べたいと思います。苦しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。また次回来れたら来ようかなと思っておりますが、分かりません。まあでも美味しかったです。苦しすぎる。今日食ってばっかだわ。 あやっちまった。歯と歯の間にうなぎの骨が引っかかってる。あとで頑張って取るか。うなぎ美味しかったです。ごちそうさまでした。さてと帰りたいと思います。さあぼちぼち今日の Vlog もこの辺で終了したいと思います。今日はねなんかジムニーの鳴らし運転というかドライブというかなんというかそんな感じで、ちょっとねとある人に会って、そして帰りにうなぎを食べて帰る、こんな感じの Vlog になってると思いますが、まあ今日は今日で楽しかったです。いや、やっぱり長距離ドライブ楽しいですね。という感じで今日は終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価
何でもよろいいのでよろしくお願いします。なんかね、反応があるとそれだけで楽しいので、うん、という感じで今日は終了します。ではお疲れ様でした。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。